天皇制。天皇制とは、日本の君主制。岩波日本史辞典によると、抗議には、全近代天皇制と象徴天皇制を含め、協議には、明治維新から敗戦までの近代天皇制を指すと、されている。日本思考辞典によれば、天皇制は、天皇を中心とする日本の国家体制である。岩波日本史辞典によれば、象徴天皇制は、天皇が、 元首でないので君主制としない説もあるという。君主制、王制について、日本大百科全書、日本以下は一般には世襲の君主がある政治共同体において最高権力、主権を持つ政治形態としている。天皇制という項目を掲載している学術資料は骨頭バンクに登録されている時事点としてはデジタル大事戦、大辞林。 第3版、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典、百科事典マイペディア、世界大百科事典、第2版、日本大百科全書、日本にかがある。辞書は、その他にも、岩波日本史事典、日本史講事典等がある。2017時点で、天皇制を使用している、研究論文は、Google スカラーでは、約1万6000件。 シニーアーティコルズでは6156件がある。天皇制は昭和初期に左翼用語として登場した言葉であり、主にマルクス主義者により変革、打倒の対象として盛んに用いられるようになったという。戦後には社会科学用語として定着したとされる。基本的には国家権力の機構とその運動形態を指すが、村の天皇制、内なる天皇制など、 社会秩序、精神構造分析概念としても用いられる。研究論文では、英語で、エンペラーシステムやインペリアルシステムと表記される。なお、当時アメリカ、GHQ、スキャップでは、エンペラーインスティチューション、ザ・インペリアルインスティチューションなどの語が用いられ、その制度の存廃が大きな検討事項とされていた。第二次大戦後の天皇制は、極めて多義的な概念になっている。 古代において宗教的権威を背景に天皇を中心とした律令制国家が形成されたが、武家政治の時代、特に江戸時代を通じて天皇の知力は失われた。明治維新を契機にその伝統的権威を背景として天皇を中心とする近代国民国家の建設が進められた。1889年、明治22年発布の大日本帝国憲法は、 天皇を統治権の騒乱者と定め、統治権が憲法の上記により行使されるべきことを規定した。これにより、君主主権と立憲主義を並存させた天皇制国家が確立した。1930年代は、権力機構の一環である軍部が政治的に肥大化したが、1945年、昭和20年の敗戦により、天皇制権力機構は概ね解体された。 1947年施行の日本国憲法では、天皇の国政への権能は否定され、国民主権の下での象徴天皇制が形成された。天皇制ファシズムは、アジア太平洋戦争期の日本の政治、社会体制を示す用語とされている。イタリアやドイツのファシズムは、規制体制を否定して成立したが、日本では既存の 天皇制国家機構が大幅な変革をせず、それ自体がファシズム化したという概念であり、講座ハリ論の流れにある。その特徴は、地主的土地所有を基礎に、封建的な天皇制がファシズムと結合した点にある。一方、天皇制に封建的性格を認めない、老農派は純粋ファシズム論を主張した。また、日本にファシズムは存在しないとする議論もある。 皇室の出自については、弥生時代の山大国の卑弥呼の系統を、皇室の祖先とする説、皇室祖先の王朝は4世紀に成立したとする説などの多くの説が提出されており定まっていない。当初の大王は、軍事的な側面だけではなく、祭祀的な側面も持っていたと考えられる。7世紀後半から中国の政治体制に習った律令制の導入が進められ、 701年の大法律令によって律令制が確立した。国号、日本と言語、大法が正式に定められ、歴代天皇に官風志望が一括先進された。こうして天皇を中心とした中央集権制が確立し、申請が行われた古代の国体、建国の帝。710年には平常計に遷とした。9世紀頃から、 貴族層が実質的な政治意思決定権を次第に掌握するようになっていった。十世紀には貴族層の中でも天皇と強い隕石関係を結んだ藤原氏、藤原北家が政治意思決定の中心を占める石政治が成立した。十一世紀末になると上皇が実質的な君主、自転の君として君臨し、政務にあたる隕政が始まった。天皇位にある間は、 制約が多かったものの、上位して、上皇となると自由な立場になり、実質的君主としての実権を得た。陰性を支えたのは、中級貴族層であり、藤原氏、石関家の地位は、相対的に低下した。鎌倉に、武家政権が成立すると、天皇、上皇を中心とした朝廷と将軍を中心とした、幕府とによる二重政権の様相を呈した。 上級の乱では、幕府側が勝利を収めた。だが、天皇側の勢力もまだ強く、鎌倉幕府が滅亡すると後代後天皇が、天皇神聖を復活させた。剣武の神聖参照。室町幕府が成立すると天皇は、南朝、北朝に分裂した南北朝時代。長い戦乱が続いた末、室町幕府の三大将軍、足利義光によって、 南北朝の合一が果たされた1392年。義満は幕府の権力を強化するとともに日本国王として名皇帝に朝考する形式で官豪貿易を行った。義満の死1394年に際して朝廷は六音院大情法王の称号を送った。これらのことながら義満が行為を散脱する意図を持っていたと考える。しかもいる。 八大将軍、足利義政の時代に、応人の乱が起こり、やがて戦国時代に入り、幕府の勢力は衰えた。戦乱の世にあって、天皇、朝廷の勢力も衰えていったが、主に文化、伝統の継承者としての役割は存続していた。織田信長、豊臣秀吉も、天皇の存在や権威を否定せず、政治的に利用することによって、自らの権威を高めていった。 江戸幕府のもとでも天皇の権威は温存されたが、天守諸芸能のこと、第一語学問なりとする禁中並区下書発都が定められ、朝廷の立場は大きく制約されることになった。C 事件などに見られるように、年号の直上などをわずかな例外として、政治権力はほとんどなかった。幕府が学問に儒学の趣旨学を採用したことから、覇者である徳川家より、 帝が正当な支配者であるという尊王論が、水戸徳川や水戸藩を中心として盛んになった。江戸時代末になると尊王上位論が起こり、天皇は倒幕運動の中心に祭り上げられた。尊王上位論は天皇を中心とした政治体制を築き、対外的に独立を保とうという政治思想となり、幕末の政治状況を大きく揺るがせた。 吉田松陰の唱えた一君万民思想は、疑似的な平等思想であり、幕府の権威を否定するイデオロギーともなった。しかし、尊老上位派の志士の一部は天皇を、玉、義欲と呼び、政権を取るために利用する手段だと認識していた。江戸幕府が倒れ、明治の新政府は、王政復古で大乗官政を復活させた。なお、 真の統治者が将軍ではなく天皇であることを知らしめるため、当時、九州陳武総官が将軍はいろいろ変わったが、天主様は変わらず、決闘も絶えずに存在するという趣旨の文書を民衆に配布している。京都府もやはり天皇統治を周知すべく国有を行っている。さらに新政府は行行をたびたび行った。ヨーロッパに対抗する独立国家を創出するため、 明治政府による中央集権体制が作られた。明治政府は不平を持つ氏族の反乱や自由民権運動への対応の中から議会制度の必要性を認識していった。日本の近代化のためにも国民の政治への関与を一定程度認めることは必要であり、近代的な国家体制が模索された。モデルになると考えられたのはヨーロッパの立憲君主国であった。 大日本帝国憲法は、プロイセン王国やベルギー王国の憲法を参考に、作成されたと言われている。伊藤博文は、ヨーロッパでは、議会制度も含む、政治体制を支える、国民統合の基礎に、宗教、キリスト教があることを知り、宗教に変わり得る、基軸、精神的支柱として天皇に期待した。大日本帝国憲法第一条で、 大日本帝国派万世一系の天皇これを統治す。第三条で天皇派新政にしてシシンスヘからすと定められており、第四条で天皇派国の元首にして統治権を騒乱しこれの憲法の正しに入り手のお行布と日本国憲法とは異なり明確に元首と規定されていた。大日本帝国憲法においては天皇は以下のように記されていた。 金六条の締結と大日本帝国憲法の制定により、日本は立憲君主制になったとされる。大日本帝国憲法を起贈した伊藤博文も、天皇に絶対君主の役割を期待するようなことはなかった。法文を素直に解釈すると、万世一系の天皇これを統治す、神聖にして犯すべからずなど、 大日本帝国憲法においての天皇は大きな権力を持っていたように読めるが、明治以降も天皇が直接命令して政治を行うことはあまりなく、明治憲法制定後も当初は反発政府が天皇の権威のもとに政治を行っていたのが、後には議会との妥協を試みるようになった。この点について、君臨すれども統治せずという原則を取る。 現代の日本やイギリスなどの近代的立憲主義とほぼ同じであったという意見がある。また、大日本帝国憲法の制定時の状態から考えるに、近代以前の日本には時代が進むごとに、君主イコール法人としての所有者あるいは宗教主権者的存在としての天皇としてのと、首イコール法人としての機関あるいは政治権力者的存在としての 将軍とによる二元性による分離性が、平時、通常の政治体制が存在していたことからも、考えても、近代以降、天皇に宗教的政治的な統合をしていったことは、天皇が君主イコール元首になったことを考えることはできる。一方、統帥権をはじめとした軍について、議会、内閣の関与が受けられないほか、議会の関与を受けない。 数密院の力が巨大であること、憲法上にない言論、内大臣が天皇の権威によって政治に介入できるほか、解釈上法律で基本的人権を無制限に侵害することが可能とも、読める、留法を定めた、新民の義務に反せず、法に定める、範囲内での文言が核にあるため、憲法学者の間では、外見的立憲主義でしかないとする意見が、 衆議院において政府に反対する勢力が多くを占めることを予想して、貴族院に衆議院と同等の権限を持たせている。実際に政治を運営するのは天皇でなく元老や内閣の各国務大臣である。行政権は各国務大臣の保筆により天皇に付随しており、権力執行者とされた。第二本帝国憲法では、 国務大臣は天皇を保筆する者、総理大臣も他の大臣と同格、と規定された。しかし、最終的な政治決断を下すのは誰か、という点は、曖昧にされていた。対外的には、天皇は元首であるが、実際の行政権執行者は、内閣としていた。内閣は、憲法ではなく、内閣官制で規定されており、内閣総理大臣は、 国務大臣の主犯ではあるものの憲法上は対等な地位であった。この憲法に規定された権力構造が昭和に入ってから軍部に利用され、軍の統帥権は天皇にあるのだから政府の方針に従う必要はないと憲法を拡大解釈して軍が大きな政治的影響力を持つこととったと言われる権力の二重構造統帥権幹板問題。軍が天皇を担いで クーデターを起こしても政府がこれを正式鎮圧する術はなかったのである。2.26事件、統水権甲板問題を参照をこうした政治的主体性の欠如した統治機構を政治学者の丸山真男は無責任の体系と呼んだ。なお、明治以降から終戦までの天皇は従来の天皇とは異なる極めて政治的な理由によって大幅に制度を変えるものであるとして、 絶対主義的天皇制、近代天皇制という語が用いられるともある、天皇制ファシズム参照。日本国憲法第一章が天皇の地位と国民主権を規定し、日本国憲法第一条が以下の通り定める。天皇が象徴の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは、主権のある日本国民の総意に基づいて決定されるという規定であり、 象徴天皇及び国民主権を規定するものとなっているのである。第2条第8条の構成は次のようになっている。天皇は日本国憲法の定める特定の国事に関する行為のみを行うとされるようになり、国政に直接関与する権能は有しなくなり、また天皇の国事行為は内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負うとされている。 連合国軍最高司令官僧司令部は国家の生態の中心に継続して皇室を維持する方針をとり一方で昭和天皇によるいわゆる人間宣言を受け日本国憲法に国家象徴としての天皇象徴天皇の地を導入する方針を指導したこの方針は昭和天皇の各地への行幸や皇太子結婚などのイベントを通して大衆に浸透し 一定の指示を得るに至った。この大衆の指示を基盤にした戦後の皇室を松下慶一は大衆天皇制と評した。憲法学会の学説では日本国憲法下の現行体制を立憲君主制とは捉えず、また天皇は元首ではないとする説と実質的に元首であるという見解を示す説もある。君主制、君主が元首であると君主制。 君主が失政者であるでは若干意味が違い、民主制と君主制の両立はありえないが、民主制と君主制は両立されうる。日本政府の公式見解、法制局の見解は以下の通りである。アメリカ、中央情報局のザワールドファクトブックでは、日本のガバメントタイプ、政府、統治のタイプとしては、A、パーレメンテリーガバメントウィズアコンスタトゥーシャネル。 モナーキー都市、チーフ・オブ・ステートとしては、エンペラー・アキヒト、シンス・ナナ・ジャニュアリー1989としている。諸外国は、一般的に、外交上、日本を天皇を原始とした、立憲君主国として扱っている。思想上の理由から、天皇制という語を寄避して、皇室という表現もよく用いられ、中にはあえて、国体と表現するケースも見られる。似て、 その由来だけでも使うべきではないが、より本質的に言うと天皇は制度として存在しているわけではないから使うべきではないと批判した。谷沢栄一は2001年、平成13年の著書で、天皇制という呼称は、天皇陛下並びに皇室を憎み、貶め、罵るための用語であり、国民としては伝統に即して皇室、 という故障を用いるのが妥当であろうと述べ、また谷沢によると、小説家の柴良太郎は、天皇性という語は、えぐい言葉であり、悪意がインプットされていると述べたという。日本の失敗を天皇のせいだと非難はしても、日本の成功に関して、天皇を褒めることはしなかったのが戦後歴史家たちで、あるが、これと異なり、明治知識人たちは、日本の進歩の功を天皇に返し果ても、 その短所を天皇の制にはしなかったという指摘が明治時代と戦後の天皇制に関する論評の違いについてなされている。谷沢栄一によれば戦前天皇制という言葉は国少数が密かに使用する以外全く日本国民に知られておらずこの言葉は日本制ではなく大正十二年1923年3月15日ソ連共産党が 指するコミンテルンから日本共産党にもたらしたもので天皇制だと天皇制廃止を先一に目指す天皇と皇室を憎み落としめ呪う造語であり戦後になって日本国民は天皇制という言葉を赤旗昭和25年10月20日により初めて知りこれとこうするように民主主義と天皇制は相入れないなる議論が発生したとする保守派の中は ソ連が天皇制の廃止に強い執着を見せたのは、1927年、昭和2年のコミンテルンの日本共産党への指令、27年テー以来、一貫していた日本革命を可能にする唯一の道は、ロシアと同様、帝政の打倒が鍵だ、という考えからであり、日本がアメリカ陣営に組み込まれても、天皇制廃止だけは必ず実現させね。 というのが、スターリンの執念であった。そこから戦後日本では、左翼、左派勢力は一貫して、不自然なほど、反天皇、反皇室を叫び続けることになった、とした。戦前は、国体批判そのものが大逆であったため、その思想は地下に潜伏し日の目を見ないものであったか、あるいは徹底的に弾圧される種類のものであった。憲法論においては、帰還説などが登場し、 思想の趣旨として、国体批判を意図するものでは全くないために、基礎的な学説になったにもかかわらず、超国家主義などの台頭や、政党同士の清掃により正解揺るがす大事件に発展した天皇旗間接事件。無政府主義の主張は許容されず、滝川事件なども発生した。第二次世界大戦が終わると、共産主義や近代政治学、 前期の丸山さなおらの立場などから天皇批判が数多く定義された。1950年代から1960年代には共産主義者を中心に天皇制廃止論もあった。昭和天皇崩御の際、テレビ朝日の朝まで生テレビで天皇及び天皇制の是非について取り上げられた。しかし、これ以降、この問題を積極的に取り上げるマスメディアは、 ほとんどない。日本共産党は2004年に綱領を改正し、原種化、統治者化を認めないという条件のもと、天皇制の是非については、主権在民の思想に基づき国民が判断すべきで、ある、という趣旨に改めた。また、特に、昭和天皇に関しては、第二次世界大戦当時、日本軍の最高指揮権を有していたにもかかわらず、敗戦後に、 ナチス系の勢力を徹底的に追放したドイツや君主制を廃止したイタリアとは違い、軍事裁判で永久戦犯として裁かれることがなかったこともあり、左派や諸外国からの批判もあったため、保守派の一部からも昭和天皇体異論が出ていたこともあった。日本国憲法交付、施行前の1946年、昭和21年5月27日の毎日、 新聞長官に結果が載った世論調査では、象徴天皇制への支持が85%であった。その後、メディア各社が行った世論調査の推移を見ると、1990年、平成2年では、今の象徴天皇のままで良いを回答に選んだ人の割合は73%だったとされ、2000年、平成12年には、象徴天皇を支持したのが8割とされ、2002年、 平成14年には、天皇は今と同じ象徴で良いを回答に選んだ人が86%だったとされる。NHK が2009年、平成21年10月30日から11月1日に行った世論調査では、天皇は現在と同じく象徴で良いが82%、天皇制は廃止するが8%、天皇に 政治的権限を与えるが6%となっている。天皇制絶対主義もしくは絶対主義的天皇制とは日本近代における近代天皇制の体制を講座派において定義した言葉。明治維新後の政治体制を絶対主義とみなし絶対主義天皇制と規定したのは主に唯物史観を取り入れた左派の歴史学者である。この場合、 明治維新から第二次世界大戦までの日本の政治体制は絶対主義であり、明治維新はブルジョア的市民革命ではなく不十分な改革であったと評価される社会経済史理論の一形態である。これに対して自由主義史観では歴史解釈は類似し並行する現象の存在により成立するので幕府が外交権。 貿易権を有した江戸時代はすでに絶対主義、体制であったと考えられ、としている。また、啓蒙君主と比較して論じるものや、明治維新を市民革命と比較する視点もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。